はい、皆さんこんにちは、モンケンです。はい、じゃあ14回目ね、コロシアムやっていきましょう。ポイントがねなかなか増えなくて、前回はね1300から1500ぐらいのとこをうろうろしてて、今回はまあ1000前後、まあ若干はね上がってはきてるんですけど、まあ、最近週末ねこの3連休全然できなかったんでね、これ金曜の夜、土曜かな、金曜の夜か、金曜の夜の多分動画だと思うんですけど、じゃあこれ見ていきましょうかね。今回スパさん1人とブーバと、まあ攻撃ですね、座をなし。で、あっちが、レンジャーいますね。レンジャーの方とバト戦士、戦士2かな。あ、ショコラ、あ、ショコさんか。ショコさんありがとうございます。はい、じゃあ頑張っていきましょうかね。こっちか。はい、こんにちは。はい、じゃあよろしくお願いします。スパさんね、戦士でね、ガンガン狙われると思うんですけど、まあね、それかいくぐってじゃないですけど、勝ちに行くと。はい、じゃあ、部の方とバトさんに、売機をすると。おー、ガンガン行きますね。よかったよかった、売機しといてね。一気にスーっていくんですね。まあ、最近は、レンジャーで参加する方も多いですよね。弱体目的っていうか。これで瀕死は行ったけど、相手、回復いなかったですもんね。レンしかいなかったですもんね。で、レンを倒しに行って、あー、これダメだ。これ食らっちゃう。で、全然食らってないですもんね、相手ね。あんまりいい、まあ、私のパターンじゃなかったですね。あれ、相手って、今、回復してましたね。あれ、いたっけ？僧侶いなかったですよね。パラがいたのかな？パラの、あれだったんだ。まあ、全回復じゃなかったですね、あれね。ボディーガードにスタンショットか。まあ、大丈夫。クライはしなかったですね。まあ、でも、硬いですからね、これね。お、これが入らなかったんですけど、部のあれが入ったんですね。一応私を目的に来たんかな。一応あれが余ってたんで、まあ何もせずに倒せたっていうのが良かったですね。で、2発食らったんですけど、なんとか耐えたと。まあでも、まあ攻撃行くしかないんでね、ポイント低くて。まああれがないんで、まあ呼吸か。この時まだ呼吸持ってたんですね。この後ぐらいにね、外しに行ったんですよね、剣を。ジバルンバが割とレンジャー対応してきますよね。多いですよね。はい、じゃあ、まあ、売機ですね。売機求めて今来ましたもんね。はい、じゃあ、売機をしてと。こういう、今回、なんかやっぱ、S 以上とか上がってみて思うのは、無駄に一発二発食らわないってことですかね。こう、なんか、例えば、神王の無双であったり、槍の15スパークであったりね。ああいうの無駄に、余分にね、2、3人で同時に食らうと。イメージ通りね、まあ、いかなかったりするんですけど、まあその辺食らわなければ、あ、まあ無知変えてるからバイキですね。まあ割とイメージ通りっていうか、下がってまた前に出よっかっていう感じにはなりますね。お、紺の一撃が、紺の一撃ほんと一発で落ちる人は落ちるんですよね。なんだろう、僕落ちなかったりするんですけど、その違いは耐性かな、なんかあるのかな。結構、あ、そうか、スーパーハイテンションかどうかかな。あれ上げてましたもんね。あ、これは狙われると思って縦に変えました。一回も入らなかったですねガードが、まあ、ファランクス結構大事なんですよね。あ、ファランクス今度は会心が入ったんだ。まあこういう時はやられやすいっすけど、まあなんとか耐えて、あー、耐えなかったですね、はやぶさで。まあ今回はまあまあいい動きしなかったですね。まあ今の普通にやられたんか。 MP もみんな大丈夫そうですね。で、バイキを更新かな。まあ部の方がなくなりそうですけど、バトマスの方はポイント低いこともあって自分で捨て身で行きましたね。はい、じゃあまあ1000、ポイント負けてるってことで、スパが突っ込んで目をくらませながら、あれかスキャンダルで頑張ってくれて、サポートっていうかね、あれに回ってるんですね。あれなんだ、
レンジャーの霧ってありますよね、暗黒の霧。あれって、あれ、ボディーガード通して食らうんですね。ボディーガード、通り抜けて食らったりするんだ。今、ちなみにポイント持ってんのが、あ、今回これ会社入らなかったからよかったですね。ポイント持ってんのが、あ、この方ですね。あ、今落ちました。お、すごい。スーパーハイテンションでやったのかな。で、逆に、私なんかは、意味がなかったですね。今回何もせずにこの位置まで来てますね。ああ、何もせずにやられた感じですね。フォースブレイクは入らなかったし、いいとこなしでしたね。そうそう、部の方最近これありますもんね。あの、130スキルかなんかのやつね。この方上手なんでしょうね。慣れてる感じが。これで落ちたのが良かったのかな。で、これで、あ、なるほどね。これで、勝った感じですね。まあ、僕はね、全然いい動きしなかったですけど、まあ、いたことでフェイントにもなったんかな。まあ、あれ、もし落ちたとしても、ポイント取って下がる感じで。なんだろうな。相手の、まあ、スパさんが、あのね、目くらまし頑張ってくれたり、あの辺から変わってきましたもんね、あの形勢が。で、僕と回り込んでいて、まあ僕はあの時誰も落とせなかったですけど、あの辺が貢献のポイントになるんでしょうね。で、しっかりとポイント持ってる人が下がって、しっかりと倒すとこ倒して落とさなかったと、ポイントをね。まあそういったチームワークはあったのかな。まあ面白かったですけど、まあちょっとね、頑張れ俺って感じですね。はい、じゃあ次の試合見ていきましょう。次の試合は、どんな試合かな。はい、じゃあまあさっきのはまあ自分は、貢献しかしてない、貢献というかね、倍機ぐらいしかしてないですもんね。ポイント取りに行きたいんですけどね。はい、じゃあこの試合見ていきましょう。相手盗賊いますね。盗賊と、お、コロスケさん。ガクブルですね。なんか、寒い感じよ。シャツ着てますからね。はい、じゃあまずは盗賊対策でカオスエッジ。あとはカオスエッジやりながらも眠りもね、対策したいんですけどね。まあなんとか、頭を変えりゃいけんのか。盗賊来たら頭も変えた方がいいっすね。そしたら眠り100、混乱100、あれ100いけるかな。まあ今後考えておきますね。この試合じゃあまあ、カオスエッジだけを対策しただけですね。ちょっとね、ヴァンパイアファングでしたね。なんかあれね、絶対使ってくるんでね。はい、じゃあこっちはね、僧侶いるんですね。僧侶の方と、あとは戦士ですね。向こう特徴あったのは盗賊だけでしたもんね。まあ間合いだけ、爆弾まあそうですね、食らわなければ割と、盗賊が生きなければ意外と勝てたりしますよね。意外とって、それが大変なんですけど。あとはまあまあ、盗賊は他にもあんのか。あの、猛毒になってから結構きついっすよね。数秒単位で100ぐらい食らっていくんで。僧侶いなかったら結構ね、結構きつめになりますね。お、爆弾仕掛けましたね。で、相手もしっかり回復して、あ、たまたま会心が入ったから良かったですね、この辺ね。会心が途中で入ったのが良かった。あとは私はもうトンズラこいて、まあ、爆弾危険なんでね、あの変に食らうのが、まあ、トンズラこきながら僧侶に仕事をさせないように。これで耐性、あの、あ、入ったのが良かったですね。これで落ちるかな。で、右から注意。これ狙ってる時が一番危ないんでね。で、落としてないと。落とさなかったらもうダメですね。で、ここで多分変えると。あ、変えなかったですね。落としに行ったんですね。なかなかね、落ちてないですね。あ、これ会心一中。あ、これまずいな。あ、今自分ちょっと立ち位置すげえ悪かったですね。僧侶の方に迷惑かけたみたいな感じになりましたね。会心一中来たら、周り見て、ね、誰もいないとこスッと。感じ。まあまあ、でもあれか、会心中ってあんま関係ないのかな。あの、戦士の方にしっかりと倍機、戦士2位なんでね、今回した方がいいかなと思って。
この時はやりましたね。いや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 、今のね落ちたくなかったですけど、まあそういう方も近かったのかな。会心必中ね、きついですもんね、食らうと半分以上は必ず食らいますもん。500ぐらいね食らうんで、まあね、こういったバラ、ああ食らったんすね今ね。爆弾範囲広いな。まあ全然いい動きしてないですね。まあ僕はもうポイントないんで、回復はまあ、ああ回ってきた。ナイトメアファングで効いた猛毒ですね。猛毒が来ちゃいましたね。僧侶がさらに大変になりましたね。あ、これ結構で、これでこれを入れると、あ、入らなかったですね。終始いい動きがないですね。お、回心がたまたま入ったんですけど落ちたんで、あ、これでまあ僧侶さんに助けてもらって、で左に行った戦士さんがバイキないんでね、バイキをやると。で一応まあザオのおかげで、あ、食いちゃった。やっぱ盗賊ってこういうとこがありますからね。爆弾あと注意して、ギガボンバーとかいい場所に置きますもんね。届かないいい動きを。メガボンバーでポイント持ってんのが、盗賊の方と一応戦士は落とした感じになって、あ、これたまたまこっち来たのが良かったですね。で落とせて、一応ポイント自分が持って、であと僧侶いるんでね、あんま下がりすぎるとあれなんで、僧侶が多分ザオで一番ポイント持ってた人を100ポイント戻るんで、これであれですね、うん、これで挽回されるんでね、逆転ですもんね、されてるんで、ラスト落としに行かないといけないっていうパターンですね。まあこれがね、僧侶こ、あの僧侶が空いていたらね、あの最後最後まで気が抜けないと。でこの辺で範囲攻撃のギガブレイク、まあ確実に僧侶とかを落とした方がいいかなと思って、こっちに来て削って、まあ、あとはもう混乱状態、あと15秒ぐらいですね。で、まあ、できればね、あの、後ろの方にいる人たちとかがいいかなと思って。今回食らったんですけど、なんとか耐えれたのが良かったかな。この二人。まあ、あとあれか。300ポイントの方は、結構あれ、キツキツだったんだ。結構ギリギリだったんですね、あっちね。あの人が落ちれば負けてたんで、まあ私じゃなかったんでね。まあでも、まあ、逃げるしかないかな、あのシーンだと。いやーでも端っこの方で攻撃できる準備だけはしといた方が良かったですね、あの時ね。あれでしびれがね入ってたんで、それで勝てたってとこかな。あそこで私が弓を撃てる状態で、まあ構えとけば良かったのかもしれないですね。はい、じゃあ、これ土曜日の朝かなんかしたかな、それの1試合目だったかもしれないですね。はい、じゃあ2試合見てきました。ご視聴ありがとうございました。まあS でもね、やっぱりあの私が誘導してやっていくスタイルよりもね、サポートがメインになってくるんで、頑張ってね勝ち続けたいと思います。はい、失礼します。